県民だより浮きための時間です。今回は飯豊町の源流の森についてと内水面水産試験場からのお知らせです。今回は飯豊町の源流の森についてご紹介します。それでは源流の森事務所の浦田勉さんにお話を伺いします。浦田さん、この源流の森ですがどのような施設なのでしょうか。はい、源流の森は自然豊かな飯豊町中津川地区白川ダム湖畔に位置する森林公園です。県内に4つある県民の森の一つとして平成9年に開園しました。森の中で憩い、学び、遊び、鍛えるをテーマに様々な体験活動ができる施設になっています。ではこの源流の森では実際にどのような体験ができるのでしょうか。はい、いつでも体験できる常設プログラムを4つご用意しています。1つ目は森林教室です。森の中の遊歩道をご希望の時間や体力に合わせてご案内します。楽しく散策しながら森の生き物や森と人との関わりについて知ることができます。2つ目は冒険教室です。ロープと丸太のアドベンチャーコースを使ったさまざまな冒険を体験できます。仲間と協力しながらチャレンジすることでお互いの信頼関係を築いていくこともできます。そして森のアトリエという施設では陶芸教室と黙々クラフト教室を行っています。陶芸教室では粘土をこねてカップやお皿といったオリジナルの陶芸作品を作ることができます。また素焼きの器に絵をつけるコースもご用意しています。黙々クラフト教室ではどんぐりや小枝、葉っぱなど自然の材料を使ったさまざまなクラフト作品を作ることができます。4つの楽しい常設プログラムがあるということですが、案内や指導はどのようにしてもらえるのでしょうか。はい、源流の森インタープリターと呼ばれる森の案内人が案内や指導にあたりますので、初めての方でも安心して体験いただけます。チーフインタープリターと呼ばれる職員のほか、大勢のボランティアスタッフが活躍しています。それでは今日は4つある常設プログラムの中から冒険教室を体験していただきたいと思います。はい、ここからは、担当の高橋がご案内します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速冒険教室を体験することになった江口リポーター。安全器具を取り付けて準備完了です。でも表情が硬いですね。これから何をやるのか心配な様子です。まず体験するのは高さ6メートルの丸太を渡るキャットウォーク。それでは挑戦してもらいます。勇気を振り絞って歩き出しました。恐怖に打ち勝ち順調に歩いていきますね。インタープリターの高橋さんによりますと、何でも3歳のお子さんでも渡りきれるそう。家族で過ごす夏の思い出作りとしては最高ですね。はい、お見事。はい、百聞は一見にしかずです。剣は体験の剣です。続いては高さ9メートルのワイヤーの上を渡る吊り橋渡れ。この高さすごいですよね。江口リポーターの目線の映像もお楽しみください。見晴らしはいいですか。すごいです。はい、ゆっくりどうぞ。ガニ股がいいですね。
では行きます。はい、どうぞ。ゴールしてほっとした表情ですね。キャットウォークとは違いましたでしょ。違いますね。もう手がプルプルです。無事に帰ってきます。はい、最後はパンパーポール、丸太に乗ってジャンプするという単純明快で最高のスリルを味わえるアクティビティ。そういうこと。ここに乗るんですね。 あとは立つだけ。右足天井に行けばいい。左膝に手当ててもいいですよ。そう。あ、そうっすね。うん。やったー。はい、向き変えて。はい。体じゃなくて全体で。はいはいはい。届きそうですか？届きそうですね。そうですね。もっと上げようか。いや大丈夫です。源流の森、最高！おお、素晴らしい。はい、お疲れ様でした。大人になりました。以上、冒険教室をご紹介しました。常設プログラムの他にも様々なイベントが開催されるそうですね。はい、夏休み期間ですと7月27、28日には五感をフルに使って自然に親しむ宿泊行事森の学校を開催します。108回目を迎える人気のプログラムで親子での参加も歓迎です。8月11日山の日には魚の炭火焼きや化粧炭作りなどが体験できる夏休み源流塾を開催します。他にも秋にもいろいろなイベントを予定しています。とても楽しみですね。以上、飯豊町の源流の森をご紹介しました。ぜひ皆さんお越しください。皆さんは内水面水産試験場をご存知ですか？内水面水産試験場は川の魚を増やすための方法、魚を養殖する技術、魚の病気の診断など水産生物について研究・指導するところなんです。その取り組みを県民の皆さんに広く知ってもらうため、年に一度
施設を一般の方に開放する参観デーを行います。今年は8月25日の日曜日午前9時から3時まで開催します。研究成果のパネル展示だけではなく、ミニ水族館では沖多摩地区で見られる魚を展示します。何か大物が展示されるかもしれません。そしてバイテク技術で作られた新しいマス類も紹介します。コイやフナの釣り堀、金魚すくいは子どもたちに大人気です。そしてメインイベント、マスのつかみ取りは午後2時から開始です。参加は中学生までとなります。参加無料です。さあ大物を捕まえられるかな。お子さんが捕まえた魚で晩ご飯は刺身、塩焼き、バター焼き、ムニエルなど、お家で美味しく召し上がってください。内水面水産試験場への行き方です。米沢市中心部の上杉公園から南に進み、米坂線南米沢駅すぐ西の踏切を渡り、一つ目の信号を左折すれば400メートルで右側に見えてきます。詳しいお問い合わせは山形県内水面水産試験場、電話0238-38-3214、電話0238-38-3214までお願いします。